こんにちは。賃貸の先、イメージキャラクターのマカスくんです。本日はですね、京都府宗楽郡にございます、ミナージュ高野原という物件のご紹介動画となります。それではマカスくんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい。さあ、こちらですね、106、107というお名前でですね、募集の方を書きさせていただいております。はい。こちらですね、106のですね、玄関ドアの方からですね、入らせていただいております。さあ、こちらですね、お部屋の方入りますとですね、まずはこのようにですね、はい、洋室の方広がってございます。こちらはですね、約15畳ですね、ございます洋室となっております。はい、大変ですね、広々といたしましたこちらお部屋となっておりまして、はい、何でもね、使っていただけるようなお部屋の広さございますね。はい、天井もね、大変高くなっておりまして、エアコンも1台ですね、こちらついておりますね。はい、さあまたですね、こちら、テラス専用にはということでですね、こちら、はい、出ていただけるようになっておりますね。はい、駅の方もですね、こちらただいま電車の音がしておりますが、山田川駅ですね、そちらから徒歩圏内ということでですね、はい、駅の方ですね、近くにはある物件となっておりますね。はい、それではですね、こちらの駅から行きますと、はい、こちらの方にはですね、インターホンの方もついております。モニター付きということでですね、防犯面も安心となっておりますね。マカス君おすすめポイントになっております。はい、さあまたこちらですね、真ん中の通路の方入っていきますとですね、はい、こちらにはですね、手洗いシンクついておりまして、下にはですね、収納スペースもございます。さあまたこちらがですね、洗濯機置き場となっておりまして、はい、この奥の扉ですね、開けていただきますと、こちらがお手洗いですね。はい、こちらはオーシュレット付きのお手洗いとですね、こちらは男性用のね、お手洗いとなっております。はい、さあまたお風呂の方もですね、こちらにございます。ゆったりと足を広伸ばしてですね、入っていただくようなお風呂場となりますね。はい、こちらがですね、お風呂場となっております。はい、それではお隣のお部屋入っていきますが、さあお隣のお部屋ですね、こちらは107の方ですね。こちらが107の玄関ドアとなっておりまして、さあこちらがですね、ホームセキュリティの方ですね、ございますね。はい、またこちらが、キッチンスペースといたしましてですね、こちらガスコンロですね、置いていただきますし、シンクもございます。さあまた調理スペースもね、しっかりと確保されました、物件ですね。はい、はい、ではこちらの方がですね、リビングという形でですね、使っていただけるようになっております。はい、さあこちらもですね、このお部屋となる部分はですね、約15畳ほどですね、キッチン部分と合わせまして約25畳ですね。はい、大きなですね、お部屋となっております。ダイニングテーブルね、すごく大きなものを置いていただきまして、まだまだね、余裕が出そうなですね、大変広さの余裕のある物件となっております。さあこちらもですね、エアコンの方がこのようについておりまして、天井も高くね、開放感のあるお部屋となっております。はい、それではですね、こちらの物件ご紹介の方ですね、以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせの方がございます。賃貸のまさきではネット予約サービス、お迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。